水中特化、水カマキリについて講釈。カマキリよりかっこいい昆虫この世におる？そんなあなたに、水カマキリ。うおおカマキリだー。カメムシです。え？体長4から5センチ、日本や台湾、朝鮮半島、シベリア、中国、東南アジアに広く分布する水生昆虫、水カマキリ。カマキリじゃん。カメムシです。は？水田や池沼の水中に生息しており、ケツについてる呼吸管を水面から出して呼吸しているわ。ケツでシュノーケル的なことしてんのな。カマキリの名を冠する通り肉食性で、通りかかった小魚やオタマジャクシを捕まえては、針状の口を突き刺して消化液を流し込んで溶けた肉液をすすっているわ。えげつねえな。こう見えて飛行能力が高く、生息範囲を広げるのに役立っているのよ。やるやん。あ、遊泳能力はクソ雑魚よ。気合出せ。そんな生息域拡大しがちな水カマキリだけど、農薬に対しては滅法弱く、今では全国的に減少傾向にあるわ。オーガニックな環境じゃないとダメなんじゃな。私も日々オーガニック野菜を食べているのよ。知るかよ。てか本当にカメムシです。公爵ババアチャンネル。